お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのペッカラムやっていきたいと思います。以前にもペッカラムで紹介したんですが、形がちょっと変わりましたね。で、ザッピーが入ってきました。ザッピートリトンが、加わりました。前ユーノと、あとマザネクとかでタルババとかだったのが雪玉になってね、また形を変えて今来ましたんで、ザッピーがねちょっと強いね。なんかここ最近メガナイトとかロイフとか、スケラとかちょくちょいね、いろんなデッキも入ってるんですけど、相手がファイボ持ってないだけで無双、ファイボ持ってたとしてもセパレートできるんで、1体か2体どっちかは生きてくる。で、ファイボ使ったらエレキとかもね行きやすくなるよっていうので、あとトリトンもいるんでね、ボヤモキ非常に固めかなというわけでやっていきたいと思います。よろしく。で、相手がね、もしゴレとかだったら、ケツペッカしてね、逆サイゴレ来ても、トリトンザッピーでね、その後抑えることも、できると。さあ、というわけでどうしようかな。初っ端でも、できるだけ低コストね、雪玉、ゴースト、ザッピーあたりは抑えていいと思います。それ以外は、ちょっとあんまり避けたくないかもね。で、あとは金起動したいね。金起動したいんで、オッケー、金起動できたんで、ここはね、もういいでしょう。満足です。はい。で、今回相手、ロイフですね。ロイフも最近いろんな方があるんで、ムートのロイフだったら、ゴブオリ入りのね、そう、ロイフとかもあって、それっぽいですね。さ、スケで、ムート、スケドラ、マザネクかなか、スケドラの枠がたまにコウモリになってるのも最近ありますけど、めっちゃ高回転のムートロイフですね。で、ムート、スケ、ゴブオリもあるんですよ。で、結構陸域硬いので、僕は無理して攻めても通んないので、攻めるんじゃなくて、守ってね、ダメージを受けないっていう戦い方でいきたいね。だから、暇雪だもしたんですけど。さあ、ペッカナイス。無理に攻めるんじゃなくて、守ってカウンターでね、行くっていうのが理想かな。で、今回ね、多分ファイブを持ってると思うんですよ。で、低めにザッピー出しちゃうと、トリトンと一緒にファイブ巻き込まれちゃうんで、ちょっと高めにやったんですけど、高すぎたかな。さあ、で、今回ね、このね、マジで硬いんでね、相手。バカ硬いんでね、これ。ムーとオリスケでウッドもあるんでね。さあ、なかなかラムは通らないんでね。通そうと思わない方がいいかもっすね。さあ、何で受けてくんだ、これ。さあ、豚。で、ユキもしっかりね、使いながらね、防衛で。ここがオリで受けられますね。さあ、ケツペッカから、2倍タイム入ってからが結構重要になってくんじゃないかな。さあ、ポイズン打っても良さそうだったけどな、今の。ワンチャン5打たれるっすね。さあ、打たれない、ケツペ行きましょう。頼むぜ、ペッカ。で、アルムートトリトンで引っ張れると理想ですけどね。で、逆サイ来たのはゴーストエレキとか、ゴースト雪玉までね、しっかり守って、よいしょ。さあ、しっかり踏んで、いや、いいっすね。流れ的にはね、すごいいいと思うんですよ。で、あとは、追加ラムね。こっち左ですね。あれ、降りとけて、ペッカの後ろで、あとは、ポイズンを張ろう。よいしょ。さあ、これでね、ラムとか、ラムじゃない。スケドラとかもね、相手出しにくい。オッケー。いや、待って。そっちに行っちゃった、ラム。ラム、なんでそっち行っちゃった?で、ここで別にロイフ来ても、僕守れるんですよ。雪玉が強いんで、ゴースト雪玉ね。あと、エレキ。逆サイロイフ誘って、さ、来たら、マジこれ美味しいですね。で、エレキで潰して、よいしょ、範囲ね。豚しっかり範囲で守ってあげて、からの、あれはね、ポイズンで行ってあげる安牌だな。ポイズンして、壊れるぐらいでラム追加すれば、これがね、まっすぐ走るんでね、これに相手ウッドともう1枚とかね、コスト使わせられるんで、で、ダメージ取ったら、ラッキーと。さあ、雪玉上げんなよ。オッケー、ナイス。やっぱ、結局は、端前ペッカしても通んないんでね。ケツペッカからの、両サイ攻め。これをね、すればね、勝率上がると思います。マジで、ここ最近のクロロアの共通して言えることは、しっかりコスト溜まった時に、ちょっとアド取った時とかね、後ろからね、組み立てるっていうのが大事なんですよ。ゴレとかもですし、ラバとか、ペッカとか、ロイジェとかでもよく言ってますけど、ケツロイみたいな。ケツですね。キングラから、大きいのを出して、そこの後に、両サイドね、ゴリゴリに行ってあげる。マジ、これをするだけで、勝率一気に変わると思います。ジャイでもですし、
まあ本当何でもですね、高回転以外ですね、そうホグとかでケツホグとかはまあ見ないこともないけど、あんまりそんな意味はないと思うので、基本的にはもうね、中型以上はケツから組んであげてね。さあ今回の相手はラバと、でラバに対して、まあ、ザッピーテレキね、相手がファイボだったら、まあ、ザッピーいかれちゃうんですけど、ファイボじゃなかったらいいなと思いながら、ちょっとバルキリーもね対応できるんで、あとは後衛ボーポイでもいいっすね。さあ、いやそれちょっとやだな、よいしょ、ちょっと時間稼いでね。でこれボーポイでいいんじゃない、雪でもよかったかな。まあ楽します、楽して、で今回相手がファイボの三角インドなんで、ラバディガーではなくてラバルですね。まあラバルディガーの可能性はあるけど、ラバープラスディガーの可能性はないですね。多分確定でバルーンは入ってる。そのバルーンに対して、まあ、ラム使ったりとか、まあなんかその辺でね攻めたい。でインド使ってるんで、今これペッカ行っていいと思うんですよ。いやヤンキーかな、一回ゴーストでいっか。いや行ってよかったな、どうせこれバルキリーだと思うんで、今のペッカ行ってもよかった気はします。でなぜかバルキリー側にバルキリー側にザッピー2体っていう。いやでもこれがさ地味に良かったりしない？これだって相手さ、このペッカにね防衛コス使いたいもんね。で俺はこうエレキとラムあれば大抵守れると思うんだよな。でこれザッピーと巻き込まれるの嫌なんで、よいしょ、タワーが、うっ、いやー待って、それ入るのは違うし、なんかめっちゃ守られてるし、なんでっていう、なんでなのっていう感じで、ちょっと汗汗。ザッピーなんか俺らさ攻めてるさ逆の方がダメージ入ってんだな。ちょっと待って待って、このバルーンさすがに止まる、さすがに止めて止めて止まるよな、攻める。オッケーオッケー、でこれ左も入ってんな、オッケーオッケー、左がこれもう一枚いっていいな。相手今結構ザップまで使ったんですよ。でババも使ってるんで、そガゴ系しかなくて、これがねピュン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 、オッケー。いやちょっと汗汗なねちょっと怖い戦い方してましたけど、まあ、端前ピッカーやっぱね、インドラいないとき、または公園にリセットゲーがあるときは行きたいね。端前ピッカーでね、相手にコスト使わせたら、その後の防衛がやっぱしやすくなりますね。詐欺だ、よろしく。あ、ドリルバフ言うてるよ。これドリル使いですね。ゴブドリを強化しろっていう名前にわざわざするっていう、よっぽどドリル愛してやまない人だ。さあ、高回転ゴブドリウォールブレイカーとかなのかな、わかんないけど、ヤリゴブウッドは普通に高回転ウォールブレイカーに、なんかインフェの、ゴブドリが入ってる方とかも一応あるんですけど、もう全然ドリル使ってないやんって。何しわざと名前にしたねんって。さあ、ただの高回転迫撃っぽい。で、まあ、ここがペッカ歴で、ああ、小物がね、ちょっと嫌ですよね、このデッキからしたら。さあそしてプリンス、あーこれめっちゃ高回転速いやつですね。あとファイボ持ってますこの人。あのザッピーが結構無双できるんだ。この位置近軌道できる。ザッピー邪魔すんのお前、オッケー。いやこれは神、いやマジでバカでかい。この近軌道は本当にでかくて世界変わりますね。相手のディガーの位置が甘えでしたね。さあというわけで、まあ、迫撃ディガーですね、高回転のヤリゴブコウモリの、あでもギャングか、なんかギャングの奥が最近1コスのね高回転迫撃とかもいるんですけど、もうこ単純にさ、でも迫撃抜きが辛いよねっていう話。まあでも今相手プリンス咲いてるんでね、相手もちょっと受けづらそう。さあまあこの反撃はしゃーなしでね、まあこれもね結局はペッカで形組んで流れを変えなきゃやっていけないっすよね。今迫撃咲いてるんで、まあケツペでいきます。いやプリンス来てもトリトンで抑えられるんでね。さあ、もうエレキ、ズシャンやっちゃってね、もう。さあ、ディガギャング。いや、ここ突破できんのかな？多分ファイボですね。だから、ザッピー後ろにつけてもヘッポコなんで、まあ、ザッピーつけずに、トリトンとスペル。まあ、トリトンもいらないもんな、ぶっちゃけ。さあ、いや、これポイズン打ちたいぐらいだな、ラム、ラムだったり。さあ、一旦我慢。さあケツペしたいっすね僕は。
いやこれはちょっと美味しいな、この反撃。別に今プリンスで抑えられてたと思うんで。さあこっからですね、攻めポイズンが結構鍵になってきそうですよ。いや多すぎる、さすがに緑が多すぎ。さあからのこれも無視でいいっすね。よいしょ。さあポイズン張って、今ペッカにねタゲいってるんでね、結構ダメージを稼ぎたい時なんだけど、ラムもうちょっとつっついてくんねえかな。まあまあこれ今流れがねやっぱ変わったんでね、ここでケツペ今アド取ってます、めっちゃアド取ってます。さあなんだいたいこれ無理して攻めてくる。オッケー、ペッカの前のゴーストめっちゃ大事っすね、あれ。さあゴーストやって、あとはポイズンしたいね。ポイズン打って、雪系もねあんなる打っちゃいたい。これさあラムがねやっぱ、いやーいい迫撃や。まあでもこれもう一回同じで、よしよしよし。いや流れはマジでいい。いやこのギャングちょっとあれだな。あ待って、うちのゴースト無能か、バカバカか、何やってんや。あちょっと引っ張ってあげたいな。さあでファイブを使う、ファイブを使うラムで絶対迫撃で受けくるんで、ユニットで攻めた方がいい気がした。さあからの追加してあげて、いや来てるんじゃない、ラームが入る、やつ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 でさ、一旦ペッカでとりあえずペッカで休憩して、でディガー拾うトリトン、あー今日あー今日もう相手が苦しい苦しい苦しい。いやこれ勝てるの結構でかいな、もうきついレベルね、マックスぐらいのやつだと思う。さあポイズンで迫撃壊しながら、よいしょ。したらこのラムにね相手コスト使わなきゃいけないんでね、あーウッド使ったんでさすがにこれは止まんないんじゃないか。うわ止める、フィジカルね、気合がちげ。さあ僕の負け筋はまあプリンスカツンとか、よいしょ、ポイズン間に合えばさすがに大丈夫でしょう。オッケー、あーこれ変わってるのはねマジででかいね。ペッカの前のゴースト、そしてペッカの後ろのラムですね、からの攻めっぽい、この形が強いんで、これさえなんかやっとけばみたいなところありますね。さあよろしく、なんか独特すぎる名前のやつ来た。すごいな、なんだあれ、なんて読むんだ。さあコカッちゃんだ、ユキだからコカッちょっと嫌ですけど、まあまあまあ、これもまた同じで、勝とうとするんじゃなくて、負けないようにね。いや、ちょっと早いかな。負けないように、負けないようにやっていこう。勝とうと思っても勝てないんだよね、結局。負けないようにしてると、いつか相手がね、勝とうとしてくる時が来るんですよ。その時を、まあ、チャンスだとしてね。さあ、これ、普通の枯渇じゃねえな。ハンター、ムートとかなのかな？ね、ハンター枯渇はちょっとレアですよ。いや痛いんだよハンター、君強いから。まあこれはさすがにゴースト前に先行させてよくて、うわーえぐいの来たな、最悪だこれ。いやでもいや悪くない、危ない危ない、ポイズンとかもね控えめにして負けないようにね。でさラムで陸行きして、オッケーオッケー。いやー、雪打ってもよかったけど、まあ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 、負けないようにね。もう、縦プラスのバレルでも死ぬんでね、僕。もう、端前ダックプリとか来たらもう、ガチャーンやっちゃって。あ、でもバレルさっき使ったっすね、防衛で。よし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 。いやー、これはね、いいね。これはいい。これ、ペッカで受けるかトリトンで受けるか結構悩むな。トリトンにしよう。いや、たまたまタイミング。間に合う、熱い熱い熱い、いやー残ってほしかった、何やってんだ。いやでもこれ相手ね、もう今のちょっとね勝ち焦ってるっすよね、急いでる感じねえ。さあでしっかりユニットで受けたい。やべ待って、エレキ、あエレキ下手すぎ、マジこんなエレキ下手なやつ初めてだろ、やばいやばい。いやこれマジでもったいないな、ゴーストエレキだったら熱かった。さあ
いや硬いんだなあの子。でもこれ意外とペッカとか抜けさ、相手地味キツだよな。いや俺の方がキツいっていうね。よいしょ。いやゴーストーどこ行ってんの。いやこれはシャアなしのカツン受ける。いや全然あるよこれ。もう鬼の許容ね。からの行きます。いやあるぞこれマジで。ユキだったかな。いや引っ張る。いやマジでるマジでる。からのここで急ぎます。もう一枚攻めて、なんならユキ打って、オッケーオッケーゴーストナイス。いやでかすぎる。ユウのケータだった。見逃してくれあれは。よかったナイス。さあちなみにこれ勝てば多分12勝だったと思うんで、まあ勝ちたいですね。でもやっぱ施設とかね、枯渇とかちょっとねやっぱきつい気がしましたね。テスラ系引きたくないな。まあテスラ系に対してはしっかりペッカの前のゴーストで戦うんですけど、限界もねあるんでね。さあ相手何も出してこない。ユキかな。ユキゴーストザッピーあたりなら咲いてもいいっすね。さあユキ、さあダクプリ来た。ダクプリか。まあ最近だと何でもあるからな、ぶっちゃけ。うーい、さあこれはでもチャンスだと思ってよくて、これ序盤のこれはやりすぎなんですよね。ワンチャン取るね。でインドラ用に、うわなんだこれ、まさかのペッカライトニング。いやでもこれはちょっとペッカ対決ザッピで頑張ってほしい。よし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 。なんならいやペッカ入ったし、しかもあれは完全、あーこれは終わったっすね。相手もコストないです。いやオッケーオッケー。あれはダメージ受けたんですけど、相手のダクプリ俺のエレキでコストがトントンなんですよ。でライトニングを打ったんですよ。で僕はそのせいで、まあ、ライトニング打たれたことによって、まあ、1500ぐらいダメージ受けたんですけど、6アード取ってんすよ、6アード。そう、6アードもらったんでね、あのライトは。あれはね、まあ、相手のなんか、なんだろうな、勝ちに行くプレイだけど、負け筋みたいなもんですよね。そう、だから負けない立ち回りをいかにしていくかっていうのは結構大事なんですよね。勝ちに行って負けるっていうのは、まあ、あるあるなんでね。さあ、これまたね、まあ、でも今回ライトっても分かったんで、もうザッピー系できるんじゃね。また来るっすよ。また来ちゃうっすよ。いや、まあ相手なんかライトでしか、ライトでしか削れないデッキ的な、もしかして。説あるよね。まあ、ペッカザッピー組めばもう俺の勝ちなんでね。逆先でもザッピーで終わっちゃうんでね。いや、端前ペッカしたいのかな。さあ、ちょっと棒ポイします。ちょっと防衛がめんどい時は棒ポイでね、全溶かしゲーミングしてほしい。いや耐えてほしい。いや耐えた。いやでもライト落ちんのか。うわ最悪だな。なんか相手のいいプレイにまんまとやられてるなこれ。まあでもここでペック組んでライト打たれる。今6アードです。これ盤面イグイス今12、3、5、6アードぐらい取ってるはずなんで、でここで行くと絶対これ来るんで、ここで逆サイですね。そしたら相手も両方これ守んないといけないんで、どっち守んねってなって、どっち守んのってなって、これ両方守れないんですよ。よしよしよし、来た来た。真ん中のユニットの俺が負け筋かな。まあでもさすがにこれは守るしかなくて、いやいい雪玉がね刺さっていくよ。ペッカちゃん邪菌ポイズン圏内邪菌。いやでかいね。いやーちょっと逆サイ攻めはちょっとねやられましたけど、まあまあまあ勝ったんでよしと。まあだからこんな感じですね。はい、というわけで、今日ペックラムね、使ってザッピー型っていうね、また違う方だったんですけど、まあ、もしかしたらこっちの方の方が使いやすいって方もいると思いますし、ウルトラが多分ね、1枚ぐらい減ったのかな。そう、マザネクがザッピーになってるんで、まあこっちの方もぜひ皆さん使ってみてください。ザッピー最近ちょっと強いんでね。はい、ザッピー無双をやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。